楽しい会社を作ろう。はい、皆さんこんにちは、小野瀬雅也です。今日も、ドラマに学ぶ企業変革ということで、今日は、グランメゾン東京というのを取り上げたいと思います。でこちらの番組は、2019年の10月から、やってた TBS でやってたキムタクが主演のドラマで、私も、勉強になるから見たというよりは主題歌が山下達郎だったのでちょっと、見てみたんですけれども、見てみたら意外にというかその、企業変革というんですかね、そういうのにも参考になる部分がありました。でご紹介したいと思うんですけれども、こちらのドラマは、まあ今ご覧になる方法はちょっと、よくわかりません、申し訳ございませんが、もし、興味を持った方はちょっとご自分で、探してみていただければと思うんですけれども、まあ、どんなドラマかというと、キムタクが主人公ですけれども、もともと二つ星レストランのシェフだったんですね。でただその店で問題が起こっていろいろあって、今はもう何もやってないみたいな感じになってるんですけれども、その人と、三つ星レストランを作りたいという女性シェフがパリで出会って、じゃあその東京に店を作って三つ星レストランを目指そうぜみたいな話になる。まあ、というかキムタクがその女性に対して三つ星を取らせてやるよみたいな感じで、その代わりに店を作れみたいな、お金を出せっていうことですね。で、まあ始まっていくドラマなんですけれども、で、参考になるというのはこの三つ星を取る ということですね。で、目標が明確だっていうことです。一つ、まあ、何でもそうですけど、会社の経営でもそうですけれども、目標が曖昧だとこうどこを目指していいか分かんないから、社員たちの行動とかもどこにこう向かっていいかが分かんないんで、焦点が絞れない、なんとなく、一生懸命にもなれないみたいなことが起こるわけですけれども、こちらの場合は三つ星を取るんだっていうのがまあ明確にあるので、まあ、そこに向かっていけるっていうのが一つですね。でその三つ星を取るためにはどうしたらいいのかっていうことで言って、ただひたすらお客さんに喜んでもらえる料理を作る。でこの料理を作るっていうだけじゃなくて、まあ、最高のチームを作っていくっていうことになるんですけど、それは、お店に入ってきてテーブルについて、まず最初に、こう出され前菜が出されて、それから、メインが出てデザートが出てとかっていうふうになるわけですけれども、それら全ての体験、それから食べるということですね、味わうっていうこと、その味わうこともはその料理のそのものを味わうだけじゃなくて、その雰囲気を味わうとかですね、見た目を見てこう味わうとか、そういうことを全てトータルでお客さんに本当に喜んでもらえるものを作ろうと、わざわざ遠くでも足を運んで行きたくなるような店にしようっていう、まあ、明確なものがある。それをみんなで共有してるっていうところが、まあチームを一致団結させるっていうことでもあるし、みんなが頑張ろうというふうなになっていく原動力にもなっている。まあこれ当たり前じゃないかっていう話でもあるんですけれども、でもなかなか会社の経営で、まあ、できてなかったりするので、改めてですね、何が目標になるのか、でその目標が売上5億、去年4億8000万だったので売上5億、これはまあ確かに目標明確ですけど、ワクワクしません、全然燃えてこないです。この燃えてくるような、よし頑張ってやるぞっていうようなこの目標を、きちんと会社として出してるかどうかですね、その辺の、まあ、この、重要性みたいなものっていうのがここのドラマではこう描かれてるかなというふうに思います。でこの最高のチームを作るにあたって、こう、そこでも、まあ、この理念とかビジョンが、まあ、大切になってくるんですね。この、ただ三つ星を取る、でただひたすらお客さんに喜んでもらえる料理を出していくんだと、まあ、なんか小手先で何か、ちょっと特別なことをやるとかじゃなくて、本質的なところで本当にお客さんに喜んでもらえるものを、しっかりと作っていくんだっていうことが、まあ、あるから、まあ、仲間が集まってくるっていうようなこともあります。まあ、この理念ビジョンの大切さというところですね。からメンバーを巻き込む、そのチームの最高チーム、最高のチームを作る時のこのメンバーの巻き込み方ですね。基本的にはその昔そのキムタクがいた二つ星のレストランの仲間たちが、まあメインになってるんですけれども、でもそれは昔の仲間だから仲良くまたもう一回やろうぜって戻ってくるんじゃないんですね。
ちょっと問題を起こして問題になって潰れちゃった店なので、その時にいろいろいざこざがあったり、まあもともといざこざがあったりして、そんなに仲のいい関係だったわけじゃないんです。一緒に店で働いてたのは働いてたんですけど、あのいい関係だったわけじゃない。でも、このこいつの力が必要だっていうことで、まあ、巻き込んでいったりするんですけど、その時のやり方というのがあのいろいろ面白いですね。とにかく一緒にやろうよって言って、直接言って相手を説得するっていうだけじゃないんですね。これもその人間だったらこの辺のツボをつけばその気になるだろうっていうことをうまく考えて、こういろいろやっていく。まあ結局ですね、このドラマは、まあ、料理のドラマなので、なんか美味しいもの食べさせて、それで、こういうのを作りたいだろうみたいな感じで、結局そのなんか美味しい料理がみんなを全てを解決していくみたいな感じはあるんですけど、ただ学べるところは、相手のこのここをツボを押すと相手は動くぞっていうところを見定めて、そこをついていくっていうことなんですね。一つ、そのメンバーをどうやって巻き込んでいくかっていう時に、その相手のこの動きたくなるツボをうまくついていくっていうのが、まああるっていうことですね。であと、こうチームの力、まあチームだったり役割分担といったらいいんでしょうかね。この、キムタクがまあ主演のなんですけど、もう一人の主演っていうのはその女性のシェフ鈴木京香さんがやってるんですけど、女性の主婦が、まあ、もう一人の主役かと思うんですけども、この辺が、まあ、いいパートナーというか、バランスを取り合ってるというかになってるんですね。キムタクは、まあ、ぶっきらぼうで、あんまりこういろいろ思ってること言うわけでもないし、なんかうまいこと言うわけでもない、フォローも足りないみたいな感じなんですけども、その女性の、早見凛子シェフでしたね、思い出しましたけど、がうまく、ああやってあんな感じだけど実はこうやって思ってるんだとかっていうのをフォローを入れたり、あなたがいてくれないとどうのこうのとかっていうことを代わりに言ってくれたりですね、このうまくこう役割分担を捨てるってわけじゃないんでしょうけども、そのうまくできていて、そのチームになってるからこそ、この部分はこの人、この部分はこの人みたいなことが、まあ、できてるんですね。それが、まあ、自然になってるって言えば自然になってるし、それが必要だからそのメンバーをこう集めてきたみたいなところもあったりして、このチームの力っていうのはすごく強いんだなというのがこう見て取れる、ドラマです。まあ、学べるところっていうのはこの、ワクワクさせるような、みんなを熱狂させるような、まあ、理念とかビジョンが大事だっていうことと、どうやってそのメンバーを巻き込んでいくかっていうところですね。これは企業変革とか会社の改革、まあ、改革だけじゃないですけど、何かを目指して頑張っていくんだっていうところにはすごく重要になってくることなので、一つ参考になるんじゃないかと思います。ということで今日は、以上です。ありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございました。今日も良い一日をお過ごしください。チャンネル登録もお願いいたします。